あの日のホームから6年。すいません、あきちゃん。はい。ごめん、寝ちまった。俺の方が高橋を幸せにできる自信がある。矢野は線路の向こうに消えてしまった。隠してたことがある。3年前の高橋の誕生日にあいつに会った。何があったの？行かせない。やっと見つけた。みんな、あんたは東京のどこかにいると思ってる。消えたのはあいつの選択だ。いつか私も慣れるといいな、懐かしめるように。正直自信がないんだ。あの頃のような、その時が全てって言えるような瞬間を俺は高橋に与えられるのか。アキちゃん、いたの。私の願いは矢野の願いが叶うこと。俺と一緒に生きていこう。どうして会わないの？こういうのって運命って言うんじゃないの？